社のおすすめベスト3。イエーイ。このコーナーはアリサのおすすめベスト3を紹介するコーナーです。はい、はい、それでは紹介していきます。まず第3位、おすすめのゲームです。おすすめのゲームはこのバービーの魔法のクローゼットかな、マジカルクローゼットっていうアプリです。これはファッション系のゲームで、まずドレスの色を選んだりとか、あと人形っていうのかな、髪の色とかが違う女の子とかを選んだりして、自分だけのメイクもできます。自分だけのキャラクターを作れるアプリがこれです。第2位は2位、じゃん、りなちゃんおすすめの、まずダイソーさんで購入した化粧の目元メイク148番です。このねピンク色のね、そうピンクのアイシャドウなんですけど、これねスティック型になってて、ほらリップっぽい、そう全然リップかと思った。こうやってするんですけど全然失敗しません。だからめっちゃおすすめです。そうへー、買ってみよう。でじゃん、この3COINS さんで購入したMC パウダーファンデーションって言うんですけど、このねパフが薄いんですよ、これちょっと、これくらいのめっちゃ薄い、薄い、でもめっちゃ塗りやすくて、ハムみたい、めっちゃ肌が白くなります。いいね、めっちゃ塗りましょうか。今塗ってる、そう今塗ってます。もともと肌が白いからね。全然違う、すごい、全然違くないですよこれ。もう詐欺です。詐欺だよね、メイク詐欺。めっちゃ全然違いますよ。わー、こっちが塗った感じでこっちが塗ってないやつなんですけど、全然違う。いいね、めっちゃおすすめで、これ300円かと思いきや150円で、それどこで買ったの？3COINS です。安いよね。そう300円均一なんだけど150円で売ってました。はい、それではおすすめ第1位、こちらのシーケアジューシーコラーゲンのグミです。コラーゲン、美味しそう。そう、これね、グミなんだ、キャンディーかと思った。これね、パリッとビタミン C サワープルッとジューシーコラーゲンって書いてるんですけど、これねこの外側はカリッカリなんですけど、中側はちょっと固めのグミになってます。グミキャンディーです。美味しそう。キャンディー、あ、味もいろいろある。そう、レモン、グレープ、アサイ&ブルーベリーのあって、で期間限定でマスカットがあります。へー、美味しそう。でこれね100均でね、このレモンだけとかグレープだけとかも売ってました。へえ、じゃあ気軽に買えるね。そうなのでおすすめです。食べる？食べます。開けます。イエイイエイ。開いた開いた開いた。何味がいい？グレープ。グレープ、何でもいいよ。美味しそう。こんな感じの小粒、これくらい。めっちゃ匂いがする。確かに。あ、ありがとう。じゃあ、ミネグレープにする？あ、ありがとう。いい匂いがするね。ここに終わりはここから染めてくるよね。あ、せーので食べよう。待って、今日限定のマスクチャーキングは、せーので、いただきます。カリカリしてる。いつもね、弾力がある。美味しい。美味しい。スパ。なんかこれでこれスパ。なんかこれ普通のグミっぽいけど、グミの味だけど、これでコラーゲンくれるっていいね。コラーゲンがくれる。第1位はシーケアジューシーコラーゲンでした。イエイ。
回はアリサのおすすめベスト3を紹介しました。次の紹介してくれる人は誰かな。はい、ねねです。紹介します。次回会いましょう。バイバイ。バイバイ。 See you again next time.